はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。アクトレイザールネッサンス、ブラッドプール編ですね、やっていきます。じゃあまた降り立ちましょう、ブラッドプールに。ブラッドプール、でとりあえずイベントが起きて、次なる魔物の巣封印に向かう。ダニエラの魔法の力を借りれば道中はより安全。話し合い、今回彼女に同行を依頼しませんでした。試練に挑む我らにどうかあなたの祝福を。ダニエラはっきり言って住民たちに不信感を持たれている。やましいところがないのであればちゃんと説明したらどう。どうせ役に立たない、町にいた方が安全。魔法が使えるのにどうしてあんなにも自信がないんでしょう。疑心。町のレベルが上がるね。てかあれ、ここなんか魔物の巣になってんな。ここへ導けばいいのか。封印せよ。ちょっと回収してから行こう。これとこれとこれ、一応これも回収しよう。じゃあ行きますか、突入。魔物の巣、なんかちょっとめんどくさそうだな。いやでもこれさ、ここで魔法唱えればいいんじゃない。あ、結構難しい。まあ、攻撃力っていうか魔法の威力は 20% 上げときたいよね。これどこまでも飛んでくるんだ、いっぱいある。魔法攻撃が20、あ、もうすでに普通の攻撃力が20上がってんな。回収できるものを回収しておこう。で発言機、攻撃力、ちょっと変なやつがいた。あいつは死活しよう。ここか、ファイヤー。あと1回しか使えないけど、これでなんとかなるはず。強い、マジで自分が。さてこれで魔物の巣を封印したので、文明レベルが上がったはず。神の御業に感謝いたします。魔物の襲来がなくなればいいのですが、ダニエラが来てから魔物が町を襲うようになった。彼女を追い出すべきだという者もいる。家族を守る必要がある。テディ、非常な選択を取ることになるかもしれない。心よき我らをお許しください。疑心。文化レベルアップ。では文化レベルがアップしたので何をするかっていうと、古き文明は滅びよ、それが神の意志だ。16か、18必要だもんね、レベル2。こいつを倒して古き文明は滅びるべきだ。回収でサンダーでレベル2にして全て破壊する。街を発展せよ。あ、モンスターが来てる。テディが家出をしてしまった。ブラッドプールのあちこち探して回ったが見つけることはできなかった。あの子は一体どこにいるでしょう。どこかでお腹を空かせている息子にこの一切れのパンを渡してやれたなら。どこに行ったんでしょう。パンを持って一度あたりを見回ってみましょうか。僕の目ならあの子を見つけられるかもしれません。一切れのパン。ブラッドプールの人間たち、何か伝えたいことがある。工場5つ。まあいいだろう、やってやろう。橋の技術を得て橋を架けることができた。
我らの土地はなぜか長持ちしない。どういうこと？湿気の多いこの土地に合わせて素材や設計を改良すべき。なるほど、そうなんだ。工場がもっと増えるよ。人間を導く、いや工場がだから増えるよって言われてもさ、今はもうテディどころじゃない。町の発展が最優先だ。そのためには古いものには滅びてもの、こんな三十ごとき、てか SP がない。早く町を発展しろ。3発で倒せるのかな、こいつ、赤いやつは。果実を7個獲得する。まあ、ここら辺は普通にやってればなんか、なんとかなりそうだよね。徐々にその数を増やしている。食料の備蓄がない。現在の蓄え、町に暮らすすべてのために手を渡せることができない。手助けしてあげましょうかって、別に大したことできないようで。古きを滅ぼすことしかできないよ。俺にできることは45。いいね。あとは SP を本当に貯めつつ消える。出てきた瞬間倒す。30 1 15か。レベル3でもう一気にここら辺焼き払いたいんだよね。思わぬ場所に隠れ、あ、テディとか忘れてたわ。その存在見に行ってみましょうって何？どうやって行くの？そもそも足跡がある。危険な毒の湖、人は近寄らない。何か持ってましたっけ？パン。バトルが発生します。マジで？ちょっと待って、ダニエラの経験値全然ねえな。攻撃力4も上がった。なんで魔物とのバトルが発生するの？この匂いはやっぱりうちのパンの匂い。ちょうどお腹が空いてる時パンが現れる。そんなわけねえだろ。こいつイカれてんな。敵が来た。お腹が空いてるのかな。ほら美味しいパンだよ。人間の方がうまそうだ。ダニエラ、私の後ろに回ってください。助けてもらった。マグの進行。あ、そういうこと？ちょっと待って。それは聞いてない。全然あの砦とか立ててねえよ。そういうことですか。いい、こっちに。待って、回復回復。しょうがないな、ここはもうこまめにサンダーを使おう。こまめサンダー、あ、そうだ、こまめサンダーできねえんだ。雨でも降らせるか。じゃあ、あ、聞きやすいじゃん。で太陽、もうできることは何でもする。これで一旦待って、サク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 、ここに打てないのかよ。じゃあ頑張ってくれ。召喚しよう。ヒロトス、お前の出番だ。頼むぞ。あとなんかできてねえかな。いやいやいや、こっち、こっちが、え、ヒロトスこっちに向かわせなきゃダメじゃね。いやだからさ、何も作ってないんだって俺。弓1、砦1、上からのさ、みんなゴブリンあっち狙ってんね。回復して、頑張れ、フィロトス。お前が頼みだ。砦を回復させなくては。一応、なんとかはなってんの。フィロトスをこっちに向かわせよう。下の軍勢は最後の強敵が来る。どこに？頑張れ。俺 SP がないんだよ。
全然あのいろいろ破壊しちゃったから全然生産されないんだよね。いや、ちょっと待って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 、ヒットポイント自体はまだ全然大丈夫だな。あいつは知らない。テディは結構元気すごいよね。これで結構元気だからね、こんなにやられてんのに。フィロトスじゃなくてダニエラをこっちにしよう。フィロトスはそこで頑張ってる。で、俺のマジックパワーがマジで回復しない。もうあいついけんじゃん。ダニエラ、お前もこっちは援護だ。来る前に終わるかな。フィロトスの力であればこいつら楽勝だ。強い。魔軍進行。いや、はめられたな。そういうことか。敵がと戦いになりますって。なるほどね。息子のテディが帰ってきた。どうして毒があるのかを一人で調べていた。いや、なんで調べようと思ったの、そもそも。やはり子供らしい。不思議なシャレ神戸を見つけた。いやいやいや、こんなもんよく持って帰ろうとしたな。魔物が現れるってことはこんなんどこにでもありそうだけどね。え？特別な魔物の巣を封じるための魔法道具。テディを助けるためにたった一人で外に飛び出していった。こんなもん嫌がらせとしか思えん。邪悪な力を退けることができる呪具。あともう一回でレベル上がるな。ちょっとその前に町を発展させないと。特別な魔物の巣を封じることができる。本当なんでしょうか。効果を確かめてみてはいかがでしょうって。何、ちょっと今の俺には発展が先だ。サンダーレベル3。まあここら辺を一体やればもう大丈夫でしょう。魔物よ、お前が、あ、ちょっと待って、この工場攻撃する場所はないって言おうとしたら、あとは発展を見守るのに。上の方にもやっぱり砦と弓は一個ずつ作っておいた方がいいよね。ここってさ、なんか通じてんだか通じてないんだかよくわかんないんだよね。こうやってやることによって道が通じた。いや、意味あるかって言われたら分かんない。だからここもこうやって道をつなげてあげよう。この区画を。でここら辺も関係ないでしょ。一気にもう破壊しちゃったから発展が少し遅いのかな。人口が減ってるかって、確実に。うわ、いっぱいいる。ちょっと待って、甘い、やらせはせんよ。おー、いいね。やはり古きは捨てるべきだな。ここら辺の橋のぐちゃぐちゃ具合がちょっと気になるけど、まあいいや。さて、それでは少し砦を作ろうとしたけど、工場5つできたのか。橋の改良に十分な資材を手にした。より長い季節を耐え抜くことになる。見た目ではわからない。まあ、それだけのあれはないんだな、きっと。よし、レベル4、11、11。あとは人口が増えて、要は巣を叩けるだけの力を持つかどうか。こいつ厄介だな、本当に。で、1個砦を上に作るか、強化じゃなくて普通に砦作ります。まあここだな。
で、さらに弓の砦を、まあ方面的にはここが一番いいのかな。よし、これで OK。 消えろ、ケツを狙う。あとは出てきたやつを倒すっていうか、 SP 上がってんな、いいな。 SP 上がってんのはマジで助かる。順調だ。あれ、これ両方弓もしかして。ちょっと待って、どうなってる。撤去しよう。あ、これでも門か、これ弓か。あ、文明のレベルが上がってるから、まあ、いや、ちょっと強化しよう。一回この強化しよう。強化強化強化。あの弓もさ、なんかモンスター倒してほしいんだけど、俺ばっかりに全てを任せるんじゃなくて。これさ、こっちなんかいけんの。なんかフィルモアの方とか通じそうじゃん。フィルモア側からもなんかやれば取れんのかな。他の地域との進行ってあったっけ。なんかそこまで覚えてない、もう昔すぎて。果実を7回獲得。そっか、それもやらないといけないのか。魔物の巣に破壊の頭蓋を使う。そんなのあったんだ。えだい、すげえ減る。ちょ待って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 、半分くらい減ったんだけど。進めよう。え、どこに使うの。ここに使うんだ。レッドデビルの巣の口が開かれた。いつもと同じ。え、いきなり突入できんの。まあ、いいや、行こう。さあ、魔物の巣。ちょっと待って、あれなんか変なとこに乗ってんだけど。まずは自分を強化する。おおおお、ちょっと待って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 、なんだこいつ、なんでこんなやつがいるんだ。発言したはしたけどさ、ちょっと待って、こっからいける。一応いけんな。あとは連打だ。減らせるだけ減らせる。うわ、ちょいは、待って待って待って、なんとかなった。相変わらずのご利用したけどね。おお、湖が清められていく。ブラッドプールの毒の水の原因、デッドデビルの巣。巣を封印したことで抗う力を得た。砦で6。どうして一人であんな危険なところに行ったんだ。ダニエラが言っていた城の話を町のみんなは信じてなかった。僕が言って本当だって証明しようと思った。今回見つからなかった。毒の水がなくなったし、そのうち城も見つかる。みんなに疑われてるせいでテディまで危ない目に、本当にごめんなさい。違うよ、僕が嫌だった。ダニエラが悪く言われたりするの。ダニエラも僕のことを助けてくれた。風みたいに荒れて魔法ドカン。母ダニエラ様、僕は2番目に偉くなる。無邪気だ。だからそういうのがいいんだろうな。魔法の砦、魔法砦。うお、すげえ。遠距離から魔法の弾を発射して広範囲を行う。防御力は低い。広範囲の敵に攻撃を行い、これはいいよ。魔法に弱い敵に対しては絶大な効果を発揮する。早速建てたい。1個建てよう。ちょっと待ってね、プラスで1個建てよう。これ
弓、魔法砦、範囲が広いな。なるべく神殿のあれを包囲できるようにしておくか。お、いつの間にかモンスター。あとはお前ってか、俺のヒットポイントが減りに減りに減ってる。こっちっていけんの？いけないよね多分ね。これもできないと思うんだよね。この森はこのちょっと薄い、なんていうの、緑色だったら、黄緑色だったらできるけど、このやつはできないんだよな。果実回収ようやく4個かよ。だから工場多すぎね。今のところなんか奇跡をやるところもないしな。ここも無理でしょう。一歩ずつなんかやってもらうしかない。こっからこっちはだって行ってあるもんね。あともう行けるところとすればこっち行けんのか。でこうつなげよう。あ、これいけるした。こっちいけんじゃん。人間たちの導き発掘を見届けるって。恩恵により徳は除かれ、ブラッドプールは清らかな知恵と変わった。なんか不穏なことが起こりそうな。城がいきなり現れた。これはいかに。お、ウルフ・ツェペリン、ご機嫌いかがかな。我が物顔でこの地にはびこる人間たち。私はウルフ・ツェペリン。この地をサタン様より授かった本来の領主。盗人たちは今すぐこの地を去り、本来の持ち主へ明け渡すんだ。あの魔物、まさかサタンの眷属。それにすごい数の魔物がブラッドプールに押し寄せてきている。言うことを聞かないなら皆殺しにするということ。お前の魔法で人間たちを守らなくては。ウルフ・ツェペリンに逆らうのはダメ。私たちみんなあいつに殺されてしまう。え、襲撃を乗り切る。備蓄なんとかしたいんだけど、待つ。もうちょっと街を発展させよう。とりあえずこれで果実が7個になったんで、感謝の言葉。我らは多くの実りを得た。ってかさ、俺が回収してたのになんでそういうことになるの。食料のビーチ、ダニエラ。では神殿へ行き、シロ経験の書だけ使って防御力も1アップ。行こう。魔軍の進行、襲撃を乗り切る。ダニエラ戦闘不能。さてこっち側から、あ、ここから来てんのか。上は上でどうなんだ。すげえいっぱいあれが。というわけなんで、まずはここで一回減らそう。でその間に回収して、これどうだ、取っちゃおう。3段適当。あ、そうだ、使えねえんだ。え、うちのダニエルはどこにいる。ちょ待って待って待って、あのむちゃくちゃ疲れてんだけど。畑何する。オラの畑に弓ってレベル上がってんだっけ。敵が来た。ちょっと違う、オーラのようなものをまとっている。魔法攻撃に対して耐性を持っている。ダニエルを迎えせるのは得策ではない。
あれピュートスもう呼べる？まだ呼べないよね。やばい、やられる。めちゃくちゃ食らってんだけど。とりあえず3打で仕留める。英雄召喚ピュートス頼む。ここに行ってくれ。ああ破壊されてしまった我が畑が。ダニエラはじゃあここ上はフィロトス下はダニエラ、これで行こう。で SP は減ってるしヒットポイントも減ってるから回復する。もうちょっと下におびき寄せて戦おう。だ勝手に行くな。あの魔法障壁が効いてるところで戦いたいんで、魔法陣と弓両方。ここならば完璧で、こいつは危険だから向かわせる。下からゲッ鳥が。ちょっと待って、鳥は何が弱いんだ。これに弱いのか。雨3段行こう。でめんどくせえ太陽効かねえ。こいつは俺がなんとかしないといけないからな。最後のプレイ。この鳥が厄介だな。いやいやいや、回復回復、なんとかしてくれ。燃えてしまった、火災が起きた。雨ダニエラちゃんがなんかちょっとやばい。ピロトスを向かせよう。ここに、いやダニエラの耐久が60しかない。いやでもここは弓があるからな。 39% しかない。倒した、撃退成功。神を聞いていらっしゃるんでしょうか。私は降格いたします。幼い頃私は両親と共に魔物に追い立てられ、あの古城の地下へたどり着いた。城こそウルフツェペリンの教場。両親は地下に隠した後私に見つからないようおとりとなって奴に殺された。私はずっと敵を討つことも逃げ出すこともできず工場の地下で暮らしていた。書庫があり貴重な魔導書を読み漁るうちに魔法の力を扱えるようになった。どれほど魔力が備わってもウルフツェペリンへの恐れは消えませんでした。人の力で叶う相手ではない。ブラッドプールの民はこの地を去るべき。それが命の助かる唯一の方法。結構やられてんなうちの町。この町が発展するにはより多くの人口が必要。なるほど。ということで、今回はここで終了したいと思います。まあこれフィロトスだっけ、あいついないと結構無理だね。というわけで、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。